こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、グローバルワークで大人が買うべき冬服5000というテーマでお届けをしたいなと思っています。まあそろそろですね、季節も秋から冬へと徐々に移行するような段階かなと思うんですが、まあそうなるとですね、皆さんどんな冬服揃えようかなと迷っている頃かなと思います。まあ僕の動画の中ではいろんなブランドを取り上げていまして、 GU ですとかユニクロ、そしてグローバルワーク、セレクトショップのオリジナルだとか、このあたりまでお伝えしているわけなんですが、まあユニクロ GU あたりもすごくいいんですけども、もうちょっと人との違いを出したいよねという時に使いやすいのが、まあまさにグローバルワークだなと思ってるんですね。ユニクロよりはちょっと価格帯が上がるんだけども、セレクトショップのオリジナルに比べると手が届きやすいというところで、人との違いというか差別化もほんのり出すことができるので、まあ使い勝手がいいのがグローバルワークの存在かなと思います。まあそんなグローバルワークのですね、冬服の中から、まあこのあたりは大人世代にも似合うだろうというものですね、今回は5つ絞ってですね、皆さんに全力で解説をしていきたいなと思っていますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからはですね、具体的にグローバルワークの冬服の中から、まあ大人世代にも使いやすそうなものですね、皆さんに解説をしていきたいなと思ってるんですが、まず一つ目はですね、冬用のアウターの主役になるようなものなんですけども、こちらですね、軽やかストレッチチェスターコートですね。価格は 13,970円ということで、まあいろんなですね、チェスターコートある中でも、実は結構買いやすい価格帯かなと思います。もちろん GU になるともうちょっと価格帯コートでも下がっていくんですが、ユニクロのチェスターコートになると、ちょっと素材が違うので厳密な比較はできないんですけども、 17,900 円なんですね、ユニクロのチェスターコートは。それに比べると価格帯的にも買いやすくて使い勝手のいいような一着になってるかなと思います。グローバルワークのチェスターコートというのはですね、これまたもう定番になっていて、まあ、毎シーズンやってるようなアイテムになってるんですけども、割とですね、現代的なシルエットというよりはコンパクトでベーシックに着れるようなシルエットになってるんですね。まあ、肩のラインを見ていただいても分かる通り、そんなに落ちてもいないですし、全体的な着丈の長さもそこまで長すぎないですし、身幅も大きく振りすぎてないんですね。そういった意味では20代だとか30代前半向けのチェスターコートでは正直ないと思っていまして、僕たち30代後半から40代以降の大人世代が着るにはもう定番のジャストサイズのチェスターになっているので、まあ、むしろ大人世代に似合いやすいようなそんな一着になっているかなと思います。まあ、チェスターコートといえばもう定番的なアイテムで、まあ、皆さんも一度は買ったことがあるかなと思うんですが、まあグローバルワークのチェスターに関しては三つボタンのクラシカルな雰囲気で、だけども素材使いに特徴がありまして、ユニクロになってくると天然素材にこだわっていて、ウールとカシミヤのコンボになっていて、まあ上品な仕上がりになってるんですよ。その分価格帯がユニクロの中ではちょっと高めな感じはするんですけども、もう名作で殿堂入り的な存在かなと思います。一方でグローバルワークに関してはポリエステルですとかレーヨンを使ったようなウーリーテックという素材を使っているんですね。これはですね、もう見た目的にはウールに見えるような上品さを保ちながらも、とにかくですね、軽量に仕上げてあるというところ、ここが結構大切かなと思います。ロング丈のコートの何が僕が得意じゃないかというと、やっぱ重たいことなんですよね。上品なコートであればあるほど、しっかりと重量感もあったりするので、それがですね、長い時間着てるとしんどく感じられるので、まあ、もうちょっと軽いものがないかなと思った時に、このようなウーリーテックという素材は軽量性にも力を入れているので、使い勝手がいいんですね。それでいて暖かさも担保できていて、ストレッチ性も効いてるんですね。このあたりは、まあ、天然素材ではなかなか表現できないところではあるので、見た目の上品さを問うのであれば圧倒的にユニクロがいいと思いますし、機能的な素材使いというところで言うとウーリーテックを使ったグローバルワーク使いやすいかなと思いますし、価格的にも優位性があるかなと思うので、このあたりはよく比較をしながら選んでいただくといいかなと思います。ちなみにサイズ感とかはユニクロのチェスターの方がややゆとりがあります。少しトレンド感あるようなサイズ感に振ってあって、グローバルワークの方がよりジャストサイズになっているので、これはですね、僕の中では意外性がありました。ユニクロとグローバルワークを比較すると結構ですね、グローバルワークの方がトレンド感強いものがやや多めの印象なんですけども、チェスターコートに関してはサイズを比較してみると着丈のバランスだとか身幅に関してもユニクロの方がちょっとゆとりがあるんですね。そのあたりの違いというところは比較をしながら選んでいただくといいんじゃないのかなと思います。でチェスターコート
ートの良さというのは、やはりですね、カジュアルでも使えますが、ビジネスシーンでも活用することができるという点かなと思います。まあ、どの色を選ぶかにもよるんですが、ブラックネイビーであれば、もう間違いなくビジネスでも使えますし、あとはグレー系ですね。ダークグレーだとか、グレー柄だとか、このあたりでも使えるかなと思います。あとビジネスカジュアルぐらいだったらグレージュもいけるかなと思うので、比較的仕事の中でも使いやすいんじゃないのかなと思ってるんですね。で、まあ、カラー展開いろいろ豊富なんですが、この中で個人的におすすめしたいのは、ネイビーだとかブラックに関しては、やっぱり素材の良さに関しては、ユニクロが強いかなと思うので、ユニクロにはないカラーを選ぶといいかなと思っていまして、その点では2色ですね。柔らかさを感じるグレージュ。これはユニクロにはない色味で、なかなかですね、華やかさも出ますし、チェスターコートの持つカチッとさというところを適度に和らげてくれるカラーなので、このグレージュはすごくいいかなと思いますし、優位性を感じますね。あともう一個ですね、これグレー柄というものですね。これに関しては、まあ、ブラックやネイビーほど濃い色ではなくて、クラシックなグレーなんですけども、まあ、この中にヘリンボン柄を採用しているので、単調に見えないのと、ちょっとこうクラシカルな雰囲気も漂っていて、これはすごくいいと思いますね。ビジネスシーンでもしっかりと使うことができて、カジュアルで使ったとしても硬くなりすぎないというところですね。意外とネイビーとかブラックのチェスターコートって本当に仕事感が強くなってしまうので、コーディネートが難しかったりするんですね。その点ですね、ちょっとこう色で遊んであげると言いますか、グレージュのように柔らかみを出してあげるだとか、まあグレー柄のように色はベーシックなんだけど少し柄を入れてあげることで、だいぶですね見え方が変わってくるかなと思うので、大人世代にも結構使いやすいアイテムかなと思います。まあ決して今っぽいトレンド感満載のアイテムではないですが、大人に似合うような綺麗めなスタイルを簡単に実現できて、なおかつ機能性が高いというところでは非常に使い勝手のいいコートになっているかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。ちなみに現在の段階ではこの素材を使ったチェスターしかないんですけども、まあ、ステンカラーコードとかも出そうな予感はしてるんですよね。というのもページの中にユーリーテックのですね詳細が記してあって、その中にはステンカラーコートの写真が使われているので、この素材を使ったステンカラーコート、こっちもですね出たら、まあ、より注目度が高いかなと思うので、まあ、それも含めてぜひ皆さん検討していただければなと思っています。はい、続いて2点目のアイテムなんですが、先ほどのロング丈のコートと、もう一方のですね冬に欠かせないアウターなんですが、こちらハイスペックアーバンダウンですね。価格は 19,910 円ということで、まあいろんなブランドのダウンに比べると比較的買いやすいかなと思います。もうデザイン的には見ていただいてわかる通り、かなりベーシックですね。特にデザイン面で目新しさがあるというものではないんですが、だからこそ大人世代には使いやすいようなど真ん中のですねデザインになってるかなと思います。で、このアイテムの中で特に注目したいのは素材使いかなと思っていまして、まあ、ダウンというともうちょっとスポーティーな素材感のものが多くて、まあ、ナイロンジャケットだとかそのあたりの延長線上のようなものが多かったりするんですが、まあ、こちらのですねグローバルワークのダウンに関しては、素材がですねウールに見えるような上品な素材感を使ってるんですね。まあ、いわゆる TR 素材というものなんですが、このおかげでダウンというカジュアルな形状なんですが、素材の見え方がウール調ということで一定の上品さを保つことができてるんですね。このあたりはユニクロのダウンと比べてもちょっと見え方が変わってくるかなと思います。まあ、ユニクロのダウンの中ではこちらハイブリッドダウンパーカーが一押しなんですが、まあ、どちらかというとスポーティーな見た目で表にキルトが出てないので、そのあたりも含めてスタイリッシュな仕上がりになってるかなと思います。一方でグローバルバッグに関しては、まあ、しっかりと縫い目の部分もあったりするので、従来のダウンと同じようなアプローチではあるんですが、素材使いがウール調で大人っぽく見えるというところではすごくですね大人の男性にも似合いやすいような一着になってるかなと思います。まあ、このダウンを見て思い出すのは、僕自身ももう何年前かな、結構前になるんですが、タトラスというブランドですね。まあ、ダウンの御三家と呼ばれるような高級ダウンブランドの一つなんですけども、そのタトラスもですねウール素材を使ったダウンを作っていまして、まあ、デザインはシンプルなんだけども見た目は上品というアプローチをしてるんですが、まあ、そのあたりと近しいところを感じていまして、まあ、大人っぽい上品なダウンに仕上がってるかなと思います。で、このダウンに関しても毎年アップデートが少しずつ取り入れられていまして、今季はですねちょっと丈の長さが従来よりも長くなったんですね。そうすることでセットアップだとかジャケットの上に来た時に、ジャケットの方がダウンよりも丈が長くてちょっとチラッと見えてしまうっていうのがめちゃくちゃこうかっこよくないんですね。これがやっぱり気になるという方も多かったと思うので、今回はジャケットよりも丈が長くなるようにですね設計されてるんですね。まあ、ダウンの丈感っていうのも年々ですね変化するんですね。トレンドに左右されやすい部分なんですが、まあ、今回はちょっと長めにするということで、
より大人っぽい雰囲気になったかなと思います。まあ、このようなウール調に見えるようなダウンでデザインもベーシックであれば、丈の長さもスポーティーな短めよりは少しですね長めの方が僕は安心感あるかなと思うので、まあ、非常に良いアップデートになっているかなと思います。これであればもちろんオフで主役に使っていただくのもいいと思いますが、まあ、もちろんですねジャケットとかスーツの上に着ていただいてもバランスもいいような仕上がりになっているので、まあ、ぜひそういった形でスポーティーなダウンじゃなくて少し大人っぽく着たいなという場合はこちらのダウンもですね皆さん比較検討していただければなと思っています。はい、続いて3点目はですねこちらモックネックプルオーバーニット。これはですねサロンドグローバルワークのアイテムなんですが、価格は5140円ということで、これはなかなか良さそうだなと思いました。まあグローバルワークもですねいろいろとニットの展開あるんですけども、その中でもサロンドグローバルワークとのですね一着ということで、主にジャケットの内側に着ることができるような厚すぎないようなですねニットになってるんですね。これなかなかバランスが良くて、リングジャケットが持つスーツやジャケットとの相性というところをですねとことんこだわって綿密に計算されたデザインと、あとはですねグローバルワークが持つ素材感ですね。こちらはグローバルワークの通常ラインでも使われているメルティニットというですね素材があるんですが、そちらを用いながら作っているニットになるんですけども、まあ肌触りがめちゃくちゃいいんですね。まあメルティニットに関しては秋に店舗に行った時に実際に試着をしてるんですが、まあ、本当にとろけるようなメルティ感満載なニットなんですね。これを使いながらも首元はモックネックですね。少し高めの設計になっていて首とフィットするようになってるんですね。なのでこれから冬場にですねジャケットの下に着るニットとしてはこのですねプルオーバーニットは間違いなく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。色もまた曖昧なところがすごく良くて2色展開なんですけども、グレージュすごくいいです。グレーとベージュを混ぜたような色合いなんですが、まあ、グレー味が強いというよりは割とこうベージュ感が強くて、でもあまり濃い色ではなくて淡めのですねグレージュというところが上品で、さすがリングジャケットの DNA がしっかりとですね反映されているのを感じますね。そして木グレーに関しては先ほどのグレージュよりももうちょっとこう深めのグレーになってまして、まあミディアムグレーぐらいですかね。でちょっと木感があるので表情がペタッとしないところも含めてなかなかですね通好みの一枚になっているかなと思います。僕はどっちも好きですね。これはネイビーのセットアップにどちらの色もバチッとハマるかなと思います。あとはグレー系のセットアップにもハマりがいいと思うので、これはビジネスシーンではすごく使い勝手がいい一枚になってくるんじゃないのかなと思います。マシンウォッシャブルで自宅でもケアしやすいというところも含めて、このあたりは使い勝手の良さというところもちゃんと配慮されているので、なかなか注目度の高いニットになってくるかなと思います。もちろんジャケットだとかセットアップに合わせるだけではなくて、シャツアウターと合わせてみたいだとか、コートの内側とかダウンの内側に着ても全く問題はないので、オンオフ兼用で使えるニットとしてはかなり優秀なので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、ということで続いて4点目のアイテムなんですが、こちらですね、あったかインナーセットハーフジップ、価格は5920円になっています。このアイテムは先ほどの丸首のニットと比べると割とですねトレンド感があって、特に30代後半から、まあ、40代前半ぐらいの方でトレンド感をですねしっかりと取り込みたいという方にはかなりおすすめのアイテムかなと思います。まあ、先ほどのモックネックのニットに関しては割と年齢層関係なくいろんな方に使えるような定番アイテムかなと思うんですが、こちらのアイテムに関してはトレンド感が強いアイテムなので、まあ、無理をして取り入れる必要はないんですが、少しですね丸首のニット系に飽きている方には気分を変えるには最適なものになっているかなと思うので、まあ、ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。まあ、ハーフジップ系のアイテムというのはここ数年トレンドアイテムになってまして、主に若い世代で着ている方が多かったんですが、最近は結構年齢を超えてですね大人世代でも着ている方も徐々に増えてきたかなという印象です。このようなニットですとかニットライクなものですね、スウェットのものもあったりするんですけども、ハーフジップとフルジップあったりするんですが、個人的にはまずはハーフジップぐらいから始めてみると使い勝手がいいかなと思っています。使い方としては下に白 T を着て、そしてその上にですねこのプルオーバータイプのですねトップスを着るというのが、まあ、すごく基本になってくるかなと思うんですが、これ面白いのが最初からですね T シャツとプルオーバータイプがセットになっているということなんですね。それぞれ単品で使うこともできるんですが、やはりこの2枚を着た時に
ように最もバランスのいいような首元のフィット感に最初から調整されているので、このあたりがグローバルワークらしいですねアプローチになっているかなと思います。で、インナーの T シャツに関しては吸湿発熱機能をついているようなものなので、規定だけで暖かさも実感できますし、まあ、機能的な一枚になってるんですね。それでいて、その上にですね、ハーフジップデザインのですね、トップスもついてくるということで、これで5940円っていうのは、結構価格帯的にはコストパフォーマンスも高いんじゃないのかなと思います。カラー展開、チャコールとライトグレーの2色になっていて、まあ、それぞれに良さがあるんですが、個人的にはチャコールグレーですね、このあたりが大人っぽくて上品に見えるので、なかなかバランスがいいんじゃないのかなと思います。秋であれば、このですね、トップスを主役にしながら着ていただくのもいいと思いますし、もうちょっと季節が進めば、先ほど一番最初にご紹介したチェスターコートですね。このトップスの上にチェスターを羽織れば、それだけで着こなしも完成しますし、襟元が旬な雰囲気になるので、まあ、だいぶ見え方もですね、楽しめるんじゃないのかなと思っています。チェスターコートの色をですね、グレー柄にするんだったら、やっぱり色を統一させるようにチャコールを選ぶといいと思いますし、コート自体をグレー地にするのであれば、まあ、柔らかいカラーでまとめるといいと思うので、ライトグレーで統一性を出してあげるのがいいかなと思うので、まあ、そのあたりも含めてぜひですね、こちらのアイテムチェックをしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目、ボトムス行ってみたいなと思います。今回ご紹介したいのが、アーバンクリーンワイドプラスウォームですね。価格が5940円ということで、これはですね、大人世代にもぜひトライしていただきたいような、冬用のちょっとワイドめのボトムスになっています。まあ、グローバルワークというと、アーバンスラックスですね。このあたりがもう間違いのない選択かなと思うんですが、やはりちょっとタイト面で、現代的なシルエットというよりは、ベーシックな部類になってくるかなと思うんですね。その点アーバンクリーンワイドに関しては少しゆとりがあるんですね。腰にはですねタックが入っていて、もも周りにはゆとりがあるんだけども、膝から下に関してはテーパードが効いてるというシルエットなので、まあ、徐々に細くなっていくような印象なんですね。ワイドパンツなんだけども、大人でも履けるような太すぎないようなバランスというところでちゃんと調整効いてるので、これは結構トライしやすいかなと思います。まあ、ユニクロにも同じようなものがあって、タックワイドパンツっていうのがありますよね。で、タックワイドパンツの前にタックテーパードパンツというものがあったかなと思うんですが、どちらかというとユニクロのタックテーパードパンツに近いようなシルエットかなと思います。僕もタックワイドパンツもタックテーパードパンツも、そしてアーバンクリーンワイドも3本とも持ってるんですが、まあそれぞれ違いが確かにあるんですね。ユニクロのタックワイドパンツに関してはこの中では最もですね、ゆとりはあるかなと思います。テーパードがそんなにかかってないので、割とワイド感がこの3本の中ではしっかりと楽しめるような1本になってるかなと思うんですね。で、アーバンクリーンワイドに関してはテーパードが膝から下効いていて少しずつ細くなるので、まあだらしなく見えないというところでは使い勝手がいいと思いますし、大人世代が履くと腰周りだとかもも周りにゆとりがあるので、しっかりと体型補正効果もあったりするんですね。タイトすぎるパンツだと意外とですね、肉々しい感じがしてしまうこともあったりするので、そのあたりの体型を拾わないというところも含めて、まあなかなかバランスのいい仕上がりかなと思っています。で、今回はこちら、秋冬バージョンということで、プラスウォームという機能がついていまして、裏面にですね、紐をかけていて、暖かさを感じるような、そんな素材感になってるんですね。で、ここら辺も面白いんですが、アルガンオイル加工というものを施してあって、まあ暖かみもありつつ、肌触りがいいというところも含めて、かなりですね、冬に特化したような仕上がりになってるんですね。このあたりは僕自身も自分のブランドやってますけども、大手だからこそ素材開発に力を入れて、他にはないようなものをですねしっかりと仕上げつつ、なおかつ価格帯を抑えるということができたりするので、なかなか見ていてすごいなと思うようなアイテムに仕上がってるかなと思います。まあ、自宅の洗濯機でも洗えてシワにもなりづらいというイージーケア仕様というところも含めて、まあ、日常使いガンガンしやすいところもいいなと思うんですね。で、カラー展開が3つですかね。ブラック、グレー、柄ネイビーという3色なんですが、やっぱりここは定番のブラックを1本持っておくのがいいんじゃないのかなと思います。これまでご紹介してきたアイテムとの相性もいいと思いますね。例えばチェスターコートは割とタイトめなんだけども、ボトムスにこのような少しゆとりを加えてあげるだけで、ほんのりトレンド感を交えることもできるかなと思いますし、あとは先ほどのハーフジップのトップスとの相性も非常にいいかなと思います。まあ、これ1本あれば秋冬のボトムスのベースが作りつつ、ほんのりトレンド感も交えることができるので、かなりバランスがいいんじゃないのかなと思います。僕はアーバンクリーンワイドのプラスウォームじゃない
タイプのグレーを持ってるんですが、結構これ使い勝手が良くて、シルエット的にちょうど使い勝手がいいんですよね。まあ、ぜひ皆さんもですね、ユニクロに近しいところもあるんですが、現行のタックワイドパンツよりは、テーパード感がしっかりと効いていて、より綺麗めに見えるというところでは、まあ、ちゃんとこう差別化ポイントがあるかなと思うので、トレンド感強めにしたかったらユニクロでタックワイドパンツ、やや綺麗め感も強めに出したかったら、アーバンクリーンワイドがバランスがいいかなと思うので、このあたり比較しながら、気に入ったものをですね、選んでみていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではグローバルワークで大人が選ぶべき冬服5000というテーマでお届けをさせていただきました。まあアウター系ですね、ダウンがあってチェスターコートがあり、そして内側に着るものですね、ここはモックネックのニットがあってプルオーバー式のハーフジップのトップスがありました。そしてボトムスに関しては少しワイド感のあるアーバンクリーンワイドですね、このあたりがあるということで、まあ一通りアイテムがグローバルワークだけでもいろいろ揃えることができるかなと思います。もちろん全部を揃える必要は全くなくて、この中で気に入ったものをですね、ちょこちょこと買い足していくのもいいかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんも今後の参考にしていただければなと思っています。いや、それにしてもですね、なんとか無事動画を撮ることができてよかったです。というのもですね、もう皆さんも気づいてるかなと思うんですが、喉の状態が 100% じゃないんですね。これなぜかというとですね、昨日まで僕はですね、インフルエンザで寝込んでおりました。なのでなんとかギリギリですね、今日動画撮れるかなと思ったんですが、無事走り切ることができました。まあ次回以降はもうちょっとコンディション良くですね、動画をお届けできるかなと思うので、まあぜひ今後の動画もお楽しみいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、普段の動画の中ではなかなかカバーしきれないセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、または専門ブランドのアイテムまでを解説しているのが、僕がもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルになっています。こちらの方では週に2本のオリジナルの動画と、それに加えて週に1本ですね、ライブ配信もやっています。ライブでは皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイ楽しくやっていますので、気になる方は動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくり動画を見る時間がない方のためにオンラインサロンというものもやっています。こちらの方では動画ではなくて写真と文章ベースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説をリアルタイムでどんどん配信をしています。僕の方でもですね、ほぼ毎日投稿するようにしていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家も記事を書いてくれています。また参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるので、おしゃれが好きな方が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。